現在の明けぼの帝明けぼの帝事件は、江戸時代末期の源氏元年6月10日、京都にて発生した、新選組の長州系老子探索活動中に、偶発した土佐藩士障害、切腹と、それに伴う合津藩士切腹事件。江戸幕府から池田屋事件の残党の捜索を命じられた、新選組は、東山の領邸明けぼの帝に、 長州系老子が潜伏しているとの情報を得た。当時の新選組は池田屋事件で多量の死傷者が出たため、藍津藩から応援が派遣されていた。6月10日、武田官流祭率いる新選組大使15名と藍津藩氏5名の20名が共に探索に出動した。明けの堤に踏み込むと座敷にいた武士が逃げようとしたため、 ア津藩士の芝司が追いかけて、庭先に追い詰め、背後から手やりで腰をついて、後ろ傷を負わせた。直後に、相手が、自分は、老子ではない、土佐藩士の浅田時太郎であると名乗り、確認が取れたため解放し、浅田は土佐藩邸に引き取られた。ア津藩は、事情聴取の上、芝の行為は、正当な職務遂行であって、問題なしと採決し、 念のため、土佐判邸に、見舞いの使者と意志を送る。これに対し土佐判側は、最初に名乗らなかった浅田に、落ち度ありとし、公式には、穏便に処理する姿勢であった。しかし、翌11日に、土佐判が、現場で逃走を図った上、武士にあるまじき後ろ傷を受けたことを、指導不覚悟として咎め、浅田を切腹させたことで事情が変化する。当時、 土佐藩は山内王道の方針で後部合体を支持しており、合津藩との関係も良好であったが、内部には土佐勤王党など倒幕を目論む勢力もあった。その中で起きた合津藩士との人情沙汰と浅田の切腹を土佐藩士の一部は土佐藩に不公平な処理とみなして反発し、新選組合津藩への報復を主張する者も,も現れた。山内も 藩内強行派の意向を抑えかね、事態は、合図と土佐の衝突に発展しかねない状況になってきた。合図藩主、松平片森は、事態の処理に苦慮する。京都守護職という立場上、他藩との構想で、自ら刑の治安を乱すことはできない。一方で、土佐藩のメンツを立てて、事態を収集するには、両成敗で芝を処断する以外になかったが、 一旦政党と採決した上は芝に切腹を命じる、名分がなく、不可能であった。藩主の苦悩を聞いた芝は2位とも相談の上、自主的に切腹することで藩の苦境を救う決意をする。結局、12日に芝が兄の解釈で切腹し、合津藩と土佐藩の衝突は回避された。芝の葬儀には、合津藩主のほか 新選組大使たちも参列してその死を死んだ。墓所は、京都、今回孔明寺にある。この事件の舞台となった、明穂の帝は当時、他にも多く見られたように両邸と旅宿を兼ねており、倒幕の趣旨による密議にも多く利用されていたことが、事件の背景にあったと考えられる。また、土佐の坂本龍馬の上宿の一つと言われている。なお、明穂の帝は、 現在も東山区清水三年坂に石碑と共に店舗が現存するが、当時は現在よりもやや北東置にあったとされている。ありがとうございます。